あ、今ね、事務所の人にお願いしたんで。着きました。ここだけ痛いの。そうですね、鼻全部ここからここまで、うん、顔はちょっとこっちで、おでこの方も多分ここぐらい。関係は、あ、旦那さん、はい、そこでいいですよ。よし、はい、そんだ枕あるの。じゃあこれで今からね、病院行きますけどね、はい、旦那さんね、後からね、病院来てくれるんで、ちょっと先に行っちゃいますけどね、はい、折れてる。そうですね、で戻すとしたらちょっと日本にいてもらった方が、うん、そうですね、だからそれが命に関わるとかはないですけど、うん、1ヶ月そのままほっとくとその戻んない、固定されて戻りにくくなっちゃうので、うん、ただ命には別状ないっていう、うん、そうそう、あの頭の方ですね、はいはい、ちゃんと取っております。鼻血ついてるね、うん、ちょっと頑張れます。ちょっと頑張ろう。ちょっと頑張ります、ね、うん、もともと多少曲がってたりするした人は完全に治りきらないっていうのはやっぱありますね、うん、はい、ということで1週間雪を見たことないベロちゃんにスノボを教えたらどんだけ上達するのか、結果をどうぞ。結果は鼻の骨が折れちゃいました、うん、調子乗りすぎてさ、うん、できると思ってもうプロって思った。はい、ということでバイバイ。じゃあ楽しと思ったな、チャンネル登録と高評価お願いします。